エクスプレスウエストはアメリカ合衆国のカリフォルニア州、ビクタービルとネバダ州ラスベガス間に民間資本によって提案されている高速鉄道計画の名称。旧称はデザートエクスプレス。デザートエクスプレス計画のうち具体的工事計画部分の区間を指す。2012年6月、計画会社はカリフォルニア州起点をビクタービルからカリフォルニア州、 パームデールに変更し、さらにパームデールにてメトロリンクに接続する計画に改めた。2020年9月、名称をブライトラインウエストに変更した。デザートエクスプレス及びカリフォルニア高速鉄道の計画路線図デザートエクスプレスは社名をエクスプレスウエストに変更した。その後、 建設資金として合衆国政府からのローンを申請したが、バイアメリカン条項を満たしていないとして却下された。ラスベガスやその周辺地域は人口が激増しており、ラスベガスとロサンゼルスをはじめとする南カリフォルニア地域とを結ぶ、週間高速道路15号線の混雑が増しているため、代替交通手段として提案された。2015年9月時点では、 中国との合弁企業は2016年9月着工を目指していた。鉄道は鉄輪式で欧州で実用化されている動力分散型の電車車両を用いるとしており、カリフォルニア州、ビクタービルからネバダ州、ラスベガスまでの180マイルを最高時速150マイルで1時間20分で結ぶ。2015年までに年間1000万人。 2030年までに年間1600万人を輸送することを計画している。建設費として35から40億ドルを見込む。また将来的にアリゾナ州フェニックス、ユタ州ソルトレークシティ、コロラド州デンバーへの延伸も検討されている。カリフォルニア州アナハイムからネバダ州ラスベガスまでを直浮上式鉄道で結ぶ別の計画もあるがコスト面で 鉄軌動式が有利としている。将来は計画中のカリフォルニア高速鉄道に接続することが提案されている。ラスベガスには1997年までアムトラックがデザートウィンドという列車を走らせていたが2009年現在ラスベガスに行くことのできる旅客列車は存在しない。2014年を目標にロサンゼルスとラスベガス間で ラスベガスレールウェイエクスプレス社が豪華旅客列車を走らせる計画がある。2015年9月、エクスプレスウエスト社は中国鉄路走行師が率いる中国のコンソーシアムと合弁事業会社を設立することで合意した。初期投資1億ドル、総投資額は127億ドル、2016年9月に着工する予定となっていた。 ロサンゼルス・ラスベガス間を結ぶ高速鉄道の建設には50億ドル超の費用がかかるが、ビクタービル・ラスベガス間の1億ドルの路線建設費用に関しては、中国国営の鉄道会社となるチャイナレールウェイからの出資によって賄い、残額に関しては、連邦政府による公共投資向け融資に頼るとしており、実現すればアメリカ初の高速鉄道となるはずだった。ところが、 2016年6月8日、エクスプレスウエスト社は、西部ロサンゼルスラスベガス間の高速鉄道建設について中国企業との合弁を解消し別の協力相手を探すと発表を行っている。エクスプレス社は中国企業側の計画の遅れが合弁解消の主たる理由だと説明している。また現地市は要因として開発認可取得の遅れや、 アメリカ合衆国連邦政府が求める要件として、高速鉄道はアメリカ合衆国国内で製造されなくてはならないとされている点に触れており、エクスプレスウェスト社も発表したステートメントの中で、高速鉄道車両がアメリカ国内で一切作られていないことは誰もが知っていると述べていることを指摘している。米中の合弁は合意から1年も経たないうちに計画とんざという形に終わった。 合弁解消にあたりトニー・マーネル CEO は他社との提携や選択肢を模索していると述べている。2018年9月、フロリダ州で旅客鉄道を運行するブライトラインはエクスプレスウェスト社の経営権を取得し着工、建設すると発表した。2019年着工、2022年開業の予定であったが着工は遅れ2021年着工。 2024年開業の予定である。計画ルートも変更になり、ラスベガスからビクターバレーを経由し、乱直モンガをカリフォルニア周期点に改めた。ありがとうございます。